はい、一人疑問です。こんばんは。ただいまですね、大阪。時間は朝の5時でございます。昨日がですね、昨日というか、まあ寝てないんで、感覚的には今日なんですけども、14日は大阪で、僕のですね、ワークショップと、ショーと交流会というね、一人でできるもの尽くしの日を作っていただきまして、今それが終わって、打ち上げ終わって、三次会終わって、四次会終わって、ホテルに戻ってまいりました。いやー、楽しかった。ね、なんだろうな。まあ、取らないといけないっていう変な義務感もありつつの、まあね、期待してる人もそんなにいないんでしょうけど、とりあえず、今のすごい気持ちいい気分を伝えたくて、動画を回します。そうですね、前回から話すと、名古屋の追加公演の名古屋公演もありまして、それも、まあね、前回の失敗を生かして改善して良くはなってて、個人的にも成長じゃないけどね、うまく修正できたなっていうところもありつつ、今日は今日で、なんか、あれですね、愛されてるなって本当思いました。一人で生きるもんっていうね、仮面つけたダンサーが。ね、ただ踊ってるだけなんですけどね、それを応援してくれる人が未だにこんないて、活動が続けられて、すごい幸せだなというふうに改めて感じれるような素晴らしい企画を立てていただいて、大阪面会感謝します。もう何て言うんですかね、もう酔っ払って、記憶があるかどうかもわかんないくらい酔っ払ってるんですけどね。なんだろう。前回もこんな話した気がするから、まあ同じ話してもあれなんですけど、とりあえず幸せだなっていうふうに思ってます。なんかね、すごい面白い話、すごいたくさんあるんですよ。なんだっけなぁ。もう酔っ払ってるから。そう。今日ね、打ち上げで、皆さんと交流会終わった後に、久々にプリンケツと一緒だったんで、ね、素直にホテルで寝ないで、飲み行こうよ、つって、三次会行きまして、まあ三次会はね、キャバクラに行ったんですけどね。まあ、普通に過ごしまして、四次会をクラブに行かしていただきまして、で、まあすごい、なんだろう、一人でできるもんをしてくれてる人とかいたりとかしてね、まああんまり自分から言わないんですけどね、そういうことは。たまたま、周りがね、僕の話題になったらしく、それで、あ、知ってるよみたいな言ってもらって嬉しかったりとかね、たくさんお酒も飲ませていただいて、酔っ払ってるからもうね、何言いたいのかも分かんないし、あれなんですけど、そのクラブでですね、まあ、ゴーゴーダンサー、東京でいうゴーゴーダンサーっていう、ショーはやらないんだけど、フロアを盛り上げる女の子のダンサーがたくさんいるんですよ。そこでね、みんながすごい盛り上がってたんですね。で、俺も、たまたまね、そこに行きましょうよ、みたいなお誘いを受け、行って、何にしようかなと思ったけど、あんまりやることなくて、お客さんもパンパンでね。で、結局、
iPhone のライトの機能を使ってですね、女の子をずっと照らしてたわけですね。そしたらセキュリティのお兄さんに、ふざけんなと、女の子がやる子やるなと怒られまして、本当にすいませんでした。ね、酔いすぎは良くないと。ね、もうコメント返しも全然できてないんですけど、また酔いが冷めた時にですね、コメント返しをしたいと思います。とりあえず大阪、ね、すごい接待もしていただいて、すごい満足で終われました。本当にこんな僕ですけど、動画見てくれたりとか、応援してくれている皆さんに何か恩返しできるように、これからも頑張りますので、よろしくお願いします。もう、それしか言えない。もう、限界です。寝ます。お疲れ様でした。